いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。グリッド、これ難しかったね昨日ロックスポ走れなかったね。まあまあいつか再挑戦しましょう。結構溜まってきたね、このいまいちなレース結構溜まってきたね。でどうしようか今日。これでもいいんだよな。アジアンツアー、やっとここ来たね。あ、違う違う、これアロンソか。アロンソ、フェルナンド・アロンソのアジアンツアー行ってみるね。面白そうじゃない。で車、あ、また買うのか。あんまりお金ないけどさ、あんまりお金ないけどさ、フォド乗ろうかね。この色かわいいね。この色かわいいからこのままこいつに乗るっていう手もある。乗ろう。お、なるほど、奥多摩スプリント、水マウンテン、水マウンテン、水山、水山え、でもこの木はすんげえ車だな、これかわいい。奥多摩どうしよっか。ちょっと、とりあえず一回走ろう。とりあえず一回走ろう。すごいねこの車、かわいいな。だいたいこのカテゴリーの車たちはとっても乗りやすいです。今まではね、バイパーにしろ、シボレーにしろ。だからこの子も乗りやすいと信じて今来ているけれど、この走りじゃタイム出ないな。あ、すごい曲がりやすいこの車。これ攻められるな、もっと。あー、失敗した。下りがメインかな今回のレースは。多少強引に走ってもね、受け止めてくれます。やっぱり安定感あるわこのカテゴリーは。うわ怖いな、でもものすごく怖いよ。わーお、開いたー。あ、左に寄れるわーお、ここ怖いね。アクセル1個も抜かないで、あのくにゃくにゃを上がっていく感じ。こーら怖いわ、何にも見えない前が。おー危ない。いや、喋れない喋れない。すごい面白いけどすごい走っててすごい面白いんだけど、うわー何も見えない。いや安定してるわ。こんな悪路ね、路面結構デコボコしてるんだけど、これ何も見えない。今のとこひどくない、何も見えないよ。路面はすごいデコボコしてる割にはいいショックを使ってる、いいダンパー入ってるねこの車。本当に追随性が高いし、あの暴れないで、暴れてもシュッと戻してくれる。必死に走ってます今。
これ要所要所太陽が邪魔だね。やっと終わりか。どうだ、もう一回走った方がいい？お、1、よし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 、これつらいな。どうしよっか、セッティング変えるべきかな。いやでも悪くはねえんだよな、悪くはないんだよな。どうしようかな、悪くない、全然悪くない。ただほぼほぼ下ってたから、あ、違う違う、間違えた間違えた、違うよほぼほぼ下ってたから、もうちょっと固めでもいいかな、足ね、もうちょっと足を固くしてリアのトラクションを稼ごうよ。うん、それで行ってみようよ。行くぞ。 Okay, it looks like the race is about to start。また。ギアショートだね。ね、ほぼほぼ全部下ってたので、トラクションがね足りない瞬間下り中っていうのがちょいちょいありました。もしくは滑っちゃって、ね、それでスピンしちゃったのもあるんだけど。もういい感じ、いい感じ、ほらいい感じですすごい怖いけど、危なかった。うんうん、いい感じです。怖い、見ててわかるかしら、この怖さ。息をつく暇がない。ここ、こっから先も怖いのよ。あー怖い、失敗したね今。あ、ギアが分かんない。喋れない喋れない、でも後ろぴったりいるんだよね。これはタフだぞ。でね、アクセルをわざと踏むことでかすかにリアを滑らせながらそのコーナーをうまく抜けるっていうのがやりやすいです、この車。予選の方が、予選じゃない、クオリファイの予選でいいのか、予選の方がさっきのコーナー上手だったね。いやー日本だからさ、景色ちゃんと見たいんだけど、そんな余裕はねえっす。うん、全然ない余裕。何にも見えないほぼ勘であのコーナーは走ってます。このもうちょっと行った後にももう一回そういうとこあったよね。ここ、もう一回あんだよね、この後。いやすごい面白い、この車いいよ、やっぱりこのカテゴリー。おー見えない見えない見えない、あ終わりか。ああ面白かった。はいどうも、イエーイ楽しい、すごい楽しい。
なんか最近1レースにかかる時間が長くなってきてる気がする。やっぱ中盤後半ってそうなのかな。ね。はい、じゃあいい時間なので次のレースは明日にしようか。ね。それじゃあ今夜もこの辺で。面白いぜこのカテゴリー。いいか。大型犬がお送りしました。みんなまたね。バイバイ。